なんちゃん、山ちゃん、アンドアオイユー。交際2ヶ月で結婚。42歳、ブサキャラ。9歳下、モテ女優、射止めた。お笑いコンビ。南海キャンディーズの、山里亮太、42、と、人気女優のアオイユー、33、が、結婚したことが、4日、わかった。交際期間、わずか2ヶ月。3日に都内の区役所に婚姻届を提出した。山里の相方で葵の親友でもある、しずちゃん、40、が、キューピッド。不細工キャラの山ちゃんと芸能界一モテると呼び超え高い美女の電撃ゴールイン。熱愛報道もなかった意外な令和婚は、大きな衝撃だ。売れている芸人への嫉妬をエネルギーに変え、仕事一筋で、ひもて、自慢をしていた山里に信じられないご褒美が待っていた。妻となったのは、怖く的な魅力で、共演者が骨抜きになると言われるモテモテ女優。周囲によると、婚姻届は大安の、3日に代理人が提出した。挙式披露宴は未定という。二人は、1年以上前から食事をする仲だった。デートは互いの自宅を行き来する形で、人目につかないようにしていたという。意外な組み合わせに見えるが知人は、交際して2ヶ月と、聞いてます。葵さんは奔放なイメージがあると言われていますが、実際は一人の男性に尽くすタイプ。それでみんな、メロメロになる、と明かす。それにしても、なぜ超スピード婚となったのか。スポニチ本誌の取材では、仕事熱心な山里のことを葵が以前から尊敬していたとの情報もあるが、直接的な理由については、わかっていない。葵は妊娠しておらず仕事を続けるという。音楽関係者によると、以前の交際相手だった歌手石崎ひゅーい、35、とは、1年以上前に破局。周囲も、結婚を急に決めた理由については、聞いていない、とした。謎の鍵を握るのが、山里の相方、しずちゃんの存在だ。福島県を舞台にフラダンスショーの成功を描いた。2006年公開の映画、フラガールで葵と共演して以来、飲み会や旅行などで一緒に出かける間柄、以前から恋愛相談にも乗り、葵さんが何でも話せる数少ない友人の一人、という、二人を引き合わせたのは、しずちゃんで、山里も食事会に参加するようになったと見られる。葵さんは相手が、仕事をしている時以外は、一緒に過ごしたいタイプ。精神的にド M と言われる山ちゃんなら、うまくいくと思います。芸人仲間と、飲みに行くことも少なく、やきもち焼きと言われる葵にとっても夜遊びが、少ないのは大歓迎。山里は、ラジオと、テレビ合わせて、16本のレギュラーを持つ売れっ子でプライベートの時間も少ないことから、交際即結婚に踏み切ったのかもしれない。山里は、日本テレビの情報番組、スッキリで、天の声としてナレーションを担当。今日、5日も出演予定で発言に注目が集まる。芸能界の非モテ男と、モテモテ女は、いかにして結婚に至ったのか。それこそ、心の声が、聞きたいところ。二人の言葉次第では、世間の非モテ男性諸子を勇気づける光となりそうだ。